はい、今回トヨタのコンパクト SUV のカローラクロス、ヤイスクロス、ライズの実燃費の方ですね。まあ、冬の実燃費を比較していって、どの車種が一番燃費がいいのかっていうのをチェックしていきます。で、1月21日時点のガソリン価格の方が、レギュラーが154円で、ハイオクが165円、軽油が131円で、まあちょっと安くなってきてるんですけどね、まだまだ高いガソリン価格となっていて。はい、じゃあ1月21日時点の新型車の値引きランキングトップ20で、まあ1年の一番寒い時期で、特に明日からですね、月曜日から寒くなるみたいで、で20位からワゴン R スマイルで 20.68 位で、19位がカローラクロス、20台が続いて、18位フォルクスワーゲン、国産車じゃなくて外車も入ってきてますね。初めて見ましたけどね、外車がランクインしてるの。17位がカローラフィールダー、21超えて、16位が CHR で、15位がシエンタ、14位がインサイト、21台が続いて、13位がプレオ、12位がヤエスクロス、11位がミヤトコット。11位以下だと22位超えてる車種はなくて、トップ10でフレアクロスオーバー、9位で22位超えてミライス、8位がヤエスで23超えて、7位がライズ、6位がロッキー、5位がワンオアルで24超えて、4位がアクア、で3位カローラクシオが3位、24.43、2位がアルトで24.62で、一番良かったのがカロスポ。カロスポが1位って初めて見ましたけどね、25.17、3ナンバー車ですごいですよね。で、全パワーユニット駆動方式見るのは時間かかるんで、ハイビットに行くの方ですね、比較していって。カローラクロス、まずライズカーですね。いいスマートハイビットで、1.2リッターのハビット、こっちが1.2リッターの NA の、まあこっちの方は計算しないですけども、パッと見て1.2リッターの NA でもこれだけの燃費性能なんですね。12から19、15、16の平均で、1.2リッターイースマートハビットの肉の方で216万から1.2リッタープラスモーターで、車重1060か1070で、1年間1万キロ走ったと仮定して65,123円、直近のデータ、1月15日から1月20日までで、一番良くなかった記憶でも14.03で、良かった記憶で26.75で、また計算しておきますけど、だいたい20前半、22位ぐらいだと思うんですけどね。で、もう今回 CHR は紹介せずに、ライズの上がヤイスクロス。ヤイスクロスとカローラクロスの間が CHR なんですけどね。CHR とカローラクロスだったら、CHR の方が確か高かったと思うんですけどね、価格の方が。ヤエスクロスも燃費ですからね。まずガソリン車の肉、まあ新型車で調べやすいですよね。ガソリン車に行くと4駆と、ハイビットに行くと E4 なんで。ガソリン車の肉はこんな感じで、1桁台もありますけど、平均したらでも10、5、6ありますよね。もうガソリン車1.5リッターの NA でも十分な燃費性能で。で、今回はハビトに行く方ですね。
228万円。安い。安いんですけど、装備面とかが良くないですからね。ヤイスクロスのベースでも確かヘッドレストは一体型ではなかったと思うんですけどね。一体型でしたっけ。で、射銃戦160合戦210。1年間1万キロ走ったと仮定して、65,966円。ライズハビットとそこまで、かなりですね。1月17日か1月20日まで。一番良くなかった記録で 16.57。 いい燃費で初めて見ました今日ね。 41.76 って本当なんですかね。で平均したら、まあ、41という数字が結構上げてる部分もあるんですけどね。22ぐらいそうですよね。でカローラクロスで、コンパクト SUV というと 4m40 以上あって、シャーボン 1m81.5 でしたっけ。でガソリン車の方も簡単に 1.8 いった。ガソリン車200万って記載されてますが、確か199万からラインナップしてますね。でもカローラクロス、あれだけの車重車格でこれだけガソリン車でも燃費良くて、平均したら15以上ありますよね。でハビットの肉で259万からハビットですね。1380か1430、一気に車重が重たくなって、1年間1万キロ走ったと仮定して72,309円。直近のデータ1月9日から18日まで、良くなかった記録でも 15.64 で、良かった記録だと22超えて 25ありますね。 25.70 で、まあ20以上はありますよね。20か21ぐらい。まあ、普通に考えたらライズとかヤイスクロスが一番燃費はいいと思うんですけどね。まあ、カローラクロスも車重とかを考えたらかなり低燃費ですよね。はい、今回トヨタのコンパクト SUV の真冬の実燃費の方を比較してみたでした。